もしゴールドウィングを、はい、ゴールドウィングを10にして、あ、レブルのノーマルのシートが1だった？1？ゴールドウィングがの座り心地が10として、レブルのノーマルのシートの座り心地が1、今は今は8ぐらいにします。 8？、うん、何があと2つ足りないわけ？いやいや足りなくない、あのゴールドウィングのこのふかふかは絶対、ま、もう近づけないさっていうこと。あ、文句はないってことね。そういうこと。このキャリアケースがたまたまそこにたまたまあるって言われる。わ、めっちゃ格好ある。もっとこれ中に入っていかないといけない。あ、そっか、もっと入っていかないといけないんだ。これいったん座ってみて、俺が座った方が一番いいのか自分で分かるから。ここがまだ足りない。あ、ここの厚さで入らないのか。これはここからまだまだ飛んできます。
めっちゃ座りやすい。本当。本当だよ。横の面積広がるだけで変わると思います。横の面積広がるだけで全然違うんだ。はい。はい、ここはいらないか。このここ。これを撮ってる？オッケーオッケー。動画だよ。うん。ちょっとこっち撮っていく。この隙間覚えないといけない。これをもっと後ろも、こここうだから、お尻がここにあるっていうことは、背もたれよりこんだけ、じゃあ背もたれここまでか、じゃあここまで背もたれ持ってこないといけないんだ。あ、これをここまで持ってきたらちょうどこの位置で OK だ。でここから立ち上げて、乗り心地全然違うんじゃない？うん、あのだからくまモン号のあれと一緒な感じよね、面積的にも。あのくまモン号のキャリアっていうか全然これだけでも全然いいよ。これで乗ってもいいけどね。これそのまま乗ってもいい。全然乗った方がはるかに絶対はるかに乗り心地がいい感じだよね。はい、全然違うんだ。OK じゃあ行くか。それで行くから端までに戻らないといけないんだよね。うん。で止めていい。ごめんごめん。なんでヘルメットこれがいいわけ？かぶりやすいから。スピード出さないで普通に乗るときはこれにしてるわけ。かっこいいな、やっぱり。かっこいいですね。うわぁ、絵になってるわ。足の位置が、うん、膝がこうくるさ、はい、でちょっと前にっていうか、はい、なんていうのかな、こう上がってこうなってるから、これをこの角度より緩やかにしようと思ってるわけよ、はい、理想はゴールドウィングのスタイルだから、はい、ちょっと座ってみて。理想はゴールドウィングのスタイルで、この楽なポジション、はい、この角度ですね。ちょうど90、100、110、これが楽な姿勢だから、だから鈍角になるっていうことだ。そう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 、90度よりこっちが広い角度になる感じで、うんうん、そうね、これも本当アリ別に身長高くない方だから、はい、151だから、うん、まあ、5センチあれば、ここで直角になったら5センチ、10センチ高いことになるから、170ぐらいから、これが170だからちょうど90ぐらい、まあ、俺が足が極端に短くなれば、180センチぐらいだと確実に足長いからこうなるね。足やっぱね、そう、伸び切ったっていうか、ちょうどいいぐらいだらんとした方が、この辺は流れにしようか、うん、とりあえずお尻の座面が、これはあ、めっちゃぴったんこだね。本当よね、びっくりするぐらい。あ、このこれも、はい、ここがももに当たるのも実はそうなんですよ。これもいいんだね。そう、これもいいんだね。走行中これで手ぶらでもいけるから。
この感じもいいんだな、はい、こっちこっちの、ね、箱ってはまる感じがいいんだね、うんうん、フィット感がやっぱりこれを目指すか、うん、これを目指して、これと同じ大きさだから、はい、イメージ的にはいいんだよね。そうですね、このこんな感じで作れたらな、純正みたいに。こっちもまた綺麗に見えないんだけどね。一応こんな感じだな。しまえばこんな感じだってことか。ちょうどここに来ればいいんだけどな。ちょうどこの部分が盛り上がってればいいから、この状態でこんな感じでもう少し深まるか。あ、ちょうどここに足した分ぐらいでいいや、こうやって。こんな感じです。となると、これを下げてからだな。ということは、これ全部パニアケース外さないといけないんだ。ここが終わってるのを、ここまでバックさせて、まあ、ちょうどこのフェンダーつら位置のところでつら位置にするか。ゴールデンはそうなってないんですか。ゴールドウィングは全然そうなってないけど、やっぱり短いからこういうベースがいいや。ここまで、ここまで持ってきて、次だな。今せっかくついてるから今日は外さないでおこう。ここまでで、ここまで、ここまでシートが来ていいから、ここまでシートが来ていいから、ここまで、ここまでが大体、ここまでシートが来ていいから、こんな感じだから、あ、このイメージだね、この辺だな。これより少しだけ前から立ち上げたいんだよね、少し前に。うん、このぐらいでもいいな。このぐらいからこの辺、4センチから5センチぐらい。なんでかって言ったら、後ろに座ってしまうと、はい、もうこの時点で手が伸びきってるわけさ、ほら、はい、伸びきってるさ、はい、伸びきって、ほらこの時点で後ろに座っていくと、はい、もう実はここで手が伸びきってたから、うん、で、こういこうとすると体が前で肩と、はい、もう少し前に座りたいわけ。はい、なるほど。もう少し前に座って、なんていうかハンドル引くって方法もあるんだけど、はい、ここ大改造だから次の段階にしたいんだよね。なんで来て、ここでこれだと、うん、ここまではまっすぐまっすぐ持ったままいけて、ここから少し体が入るんだけど、ここだと、うん、もう遠いわけよ、はい、多分俺が手短いとしても結構遠い人多いはず、うん、小柄な人とか女性とかは多分これ行くはず、うん、カンってロックしてしまって、きついから U ターンとか、
この辺ぐらいに座ってれば全然楽なんですよ。ここまでいけるから。だからここにこんだけ、この間このぐらい5センチぐらいか、4センチ、5センチあったら十分だな。少しここで止まるようにしたいな。お尻が4センチ、5センチぐらい。ここのシートを変えて、プラスハンドルが握り拳分1個分、ハンドルこうやる、このぐらいだったら配線全然大丈夫かもしれないけど、ハンドルがちょっとここが絞られてるの分かる？ほら、ここの太さとここの太さが違うさ。分かる？ここの太さとこの太さ違うさ。同じ太さで来てないさ。うんうん、だからここまでよりこっち細くなってるさ、うん、そうです。こっから、はい、だからこっから細くなってるから、この間、はい、ちょっと何でもかんでもハンドルつけれるってわけじゃないわけよ。かここから少し1個分手前に曲げるかな、キュッて。だからこんな角度になっちゃうけど、それよりはこうなってきた方がいいです。どうやればいいんだろうな。それか後ろに行ったりしたまま2個分後ろだな。2個分後ろ、そしたら前が本当はこのペグもここに結構真下にあってほしかったんだけどな。ごめんね。 OK、 大体シートをこっちにして前に寄せるか、ハンドルをこっちから近づけるか、あとミッドに腰の位置からこの辺に ここに足を置きたいな。後ろに下がっていく方向もあるのかな。なんでこれ指が入るの、悩みどころだね。前に行って前に寄せていっても、前に行ってもここは前に来ないから、ここ十分空いたらのけぞってもらえるようになるの、後ろの人、うん、あ、ここ後ろの人がこんな感じで、こんな感じかな。よし、次考えよう。とりあえず1日2日でできるもんじゃないかな。とりあえずシート1個作ったら、ゴールドウィングが基準ね。ですね。以上です。もういいですか？以上、以上。はい、のぞみが寝るぐらいだからね。っていうかけいちゃんも眠りそうって言ってたよ。だから後ろでなんかもう寝てしまうっていうぐらいだと快適度が10点なんだね。っていうかあれなんだ、あのレブルでは眠りたいと思わないんだ絶対に。リラックスできないってことね。交感神経がだから眠るぐらいまでのシートじゃないとダメってことね。眠れるシートっていうのが目標だな。眠れるシートだね。